はい、北見工業大学 M1 の渡辺です。私たちの、指導教員増井先生は阪神淡路大震災の被災経験があります。そこで、阪神大震災の時、被災地におり、被災地では情報が入ってこないということをお聞きしました。それを何とかしたいと思い、このチームを作り、今回参加させていただいたので報告させていただきます。はじめに、これは2011年3月11日14時46分に起きた地震の、被害について震度について気象庁から出されている資料になります。この地震により被災地ではインフラライフラインが、機能停止しました。それで被災者は、情報を得ることが困難な状況が続きました。一方、被災地の中で、被害が軽度だった地域やその外側の地域では、各メディアによりさまざまな情報が流れていました。ここで、Twitter などの SNS が情報伝達、情報共有に役立ったと言われております。そこで、今回、こうした状況下における被災者支援策としまして、情報のある地域から情報のない被災地へ、被災地の外側から内側へ情報伝達の流れを作ること、これができないかと考えました。しかし被災地の外側には大量の情報があるため、何もせずに情報を被災地に渡すのではなく、正確な情報、有益な情報を整理整頓、情報トリアージを行ってから、被災地へ送ることができないかと考え、今回プロジェクトを起こしました。で、私たちはこれをもとに、Twitter データの、ツイートログデータを対象にしまして傾向を調査しましたので報告します。今回、ツイートログデータの中から事実情報を取り出してきました。この事実情報は、正しい正しくないは問わずに事実情報ということで取ってきて、これを一次情報、二次情報という定義に分けました。で、我々の中の一次情報というものはユーザー本人が体験したことであったり、仕入れた現場の情報を一次情報として定義し、二次情報には本人ではない第三者または、何か他のものを介して得た情報というものを二次情報に定義しました。これをもとにランダムサンプリングで得た6000ツイートを分析者6名で主観的に整理調査を行いました。で、震災発生前の151ツイートがこの中に入っていたのですが、それは調査対象外としました。調査の結果、一次情報が 26%、 二次情報が 36% という数字が得られました。簡単にですが、これについて、報告させていただきます。はじめに一次情報についてです。一次情報には、ユーザー本人の状態を表す大丈夫、寒い、辛いといったものが非常に多くありました。で、他の多く出現した表現としましては、一人称を表す俺、私を含むものであったり、文末表現に now を使うもの、また体言止めで、つぶやかれているものというものがありました。しかし、ツイートされているものの中に、避難所、給水所、炊き出し等の情報を含んでいるものはほとんどありませんでした。続いて二次情報です。二次情報の中にはリツイートで拡散されている被災地の外のライフライン等の、情報が非常に多くありました。またその中にはリツイートされている被災地の中の避難所の情報というものも、見られました。こうしたことを考慮すると、一次情報、二次情報の中で、有用性というものまで考えて、分析したいと思ったところ、それぞれにはプライオリティ、優先順位をつけて、さらに整理整頓し被災地に渡す必要があるのではないかと考えられました。今回、情報トリアージに向けて、ツイートログデータ6000件を一次情報、二次情報に整理し、プライオリティの必要性について検討しました。今回は、扱ったデータは、6000件で全ての範囲を対象にしたのですが、分野を絞り込むためにトレンド分析や、情報抽出プロジェクトなど、今回参加されている方々の技術を使わせていただこうかなと思っております。で、作りたい仕組みのイメージとしましては、一次情報、二次情報を、トリアージしまして、それを自治体や NPO などに渡すことができれば、そちら側で、使う情報かどうか判断していただくような形になれば、今後震災が起こった時に
対策できるのではないかと。これ役割、はい、これつまりトリアージは、自治体がやるべきだ、こういうことですか。いや、自治体は被災地の外側から、トリアージ、まあ、例えば医療なんかだと、はい、やっぱり最初に専門家が関わって分類をする、ここが重要でしょう。それで、これ、ツイッターの情報とか個人の情報、個人、それから例えば、アヤンさんみたいな専門家、はい、それから、例えば行政、マスメディア、こういうふうなエンティティが世の中に情報に関わってあったとき、はい、そのトリアージの責任っていうか、役割は誰が担うのでしょうって、こういうふうに考えると、その、これ全部 Twitter の中で見たときには、誰がトリアージ担当ってこう思うと、それはどういうふうに考えますか。今回はこれを自動化できないかということを将来考えまして、それで事実情報を取ってくるために傾向パターンというものがないか調査したんですけど、それを自動化できれば、その担当というものがの処理がなくなるんではないでしょうか。ああ、つまり専門家なんかいなくてもトリアージはできる。そこはトリアージして、事実情報を取り出して、受け取る側でその必要な情報かどうかを判断していただこうかなと思っております。はい、ありがとうございます。